手軽サイズの18フィート。この船は気楽に遊べますね。船体は古くそれなりの傷みもありますけど、大きな損傷はありません。このガンネルは張り替えられてるみたいですね。全体的に黄ばみだとか、FRP の傷、こういうところの補修跡、そんなのは点在してますから、外観を気にしない人向け、遊び倒しちゃえばいいんですよ。デッキは綺麗に塗装がされていました。一つもモコモコしたところはありませんでしたし、ハッチの開閉も問題なし。まあ、汚れはね、磨けば綺麗になりますから。何もないから広く使えるんですよね。だから釣りにはもってこいです。ここはいけす、椅子の代わりにもなりますね。仕切りがないから広く使えるんですよね。これは東発の純正の燃料タンク24リッターです。バッテリーはこのぐらい小さくても十分、まだまだ使用できます。エンジンは東発2ストロークガソリンエンジン 9.9 馬力が搭載されています。現在も近場の釣りを楽しんでますからね、エンジンはバリッバリかかりました。去年の12月頃にプラグとインペラとプロペラを新品交換。了解です。